例えば沈みゆく船に浮き輪が一つ、恋人と母親どちらを助けようか。僕の場合何をためらうでもなく全力で恋人助けるんだけど、これは単に親子で話してなくて、一つ言い訳をさせてもらうとすれば、きっとあなたならお太鼓を助けてあげなと苦笑いして許してくれるからさ。石油王とか、それ正直子供に生まれてみたいもんさ。でもあなたのベタな味付けは箸が進んで、浮ついて気持ちを沈めていきます。それより少し前の話に戻るけど、その後恋人とお金で揉めて別れても、それはなんというか仕方ないんで、あらかじめ天国からのクレームはお断りしておきます。遠慮なくボケてもらって構わない、間のいいツッコミはその日までに。